こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、コメントでプラレールの伏線レールと EF210 桃太郎さんの大物貨車を使ってドリフトできますよと教えていただいたので、やってみたいと思います。こんなコースを作ってみました。ではやってみたいと思います。多分なんですけど、桃太郎さんの大物貨車をこのようにして走らすんだと思います。伏線レールにこのようにまたいでですね、そしてプラレールで引っ張っていって、こんな感じでドリフトっぽいのができるんだと思います。果たしてドリフトみたいにうまく走るんでしょうか。では行きます。はっ、確かにドリフトっぽいですね。それでですね、古い桃太郎さんも私持っているので、こちらの大物貨車も使ってやってみたいと思います。ツインドリフトですよね。いきまーす。はいはい。おお。あ、やっぱりだいぶ早いですね、古い桃太郎さんの方が。まあ、すぐ追いついちゃう。これはえい。この2台の速いプラレールで行きたいと思います。こちらの E6 系小町さんはスプリントダッシュモーターに、こちらの E5 系はやぶささんはウルトラダッシュモーターにそれぞれ交換してあります。ささの、では高速ツインドリフト行きます。果たしてどんなドリフトを見せてくれるんでしょうか。おお。おっと、では行きます。はいはい。おちょっと待ってください。あいあい。おー、すごいドリフトだ。これはドリフトだ。うわちょっと待ってください。マジか。え、ちょっと待って。あ、でも追いついてきてる。え、ちょっとどうしたいです。待って。はいはいはい。はい。ここが一番面白いですね。すいません、うるさくて、すいません。うわー。あとはこっち登る人も、うわー。この角度ですね、この振りっぱなし、ここです。面白い。よし、よし、来た。この角度、うわー。なんかイニシャル D みたい。どっちが匠ですかね。いや、もうあのはやぶさはブンタですよね。はやぶさはブンタで、後ろが匠じゃないっすか。すごいこのドリフト楽しい。ちょっとギリギリのとこ狙います。ここのドリフトシーンギリギリ狙います。いや、ここはやっぱりギリギリ取りたいですよね。このギリギリのツインドリフト、匠をブンタが追っかけてるっていうこのシーンですよね。かっこいい。いけ。あ、でも本当いい感じの走りになってますよね。追いかけられて、匠がどんどん進化してきたっていう、そんな感じはあるわけないですよね。はい、いかがだったでしょうか。今回はプラレールの伏線レールと大物貨車を使って遊んでみました。コメントで教えていただいてありがとうございます。これは楽しかったです。ありがとうございました。